こんにちは。こんにちは。じゃあ、ようやく届きましたね。はい、口くん。やっとですね。やっと届いたよ。こちらです。サージュデクレの 21SS 別注セットアップ。まあもう散々結構ね、インスタライブもやったんで、ご存知の方も多いですけど、今日届くっていうことで、ようやくまあ小倉店からサンプル届きました。はいはいはい、一旦最初ね、BBF に届いてからの、そう、一旦小倉に出してで、また戻ってきました。はい。で、実際もうここからはそろそろ発売開始うちはなるんですけど、小倉版あれだね、先行して日曜日からでしたよね、確かまあちょっと、もろもろ事情あるな。はい。そう、うちはまあサンプルご用意しておくので、これ実際もう来てもらってサイズ確認していただいてご予約いただくっていうのが一番確実な方法かなっていうね。ちょうど今日新垣さん秋冬のセットアップで秋冬のですけど、これもめちゃくちゃ早かったですもんね。そう、これも早かったよね、完売が。そうで、セットアップがこれ M サイズ、両方とも M サイズです。パンツとジャケット、はいはい、僕も秋冬ちょうど M サイズです、うん、上下、もうほとんど最順が変わらないです、まあ、ちょっと変わるのは秋冬この裏地がついているのに対して春夏はこんなんですね、裏地なしのちょっとまあライトなね感じなんで、少し多分うん、そう、大きく感じるかもしれん、普通の M サイズと比べると。だからまあ人によってはもしかしたら秋冬 M 買ったけど S でいけるとかありえるかもしれないですね。中に着るものも薄くなるからね。そうそうそう、ただこの感じでもね、こういう今チャンピオンのパーカー着てるんですけど、これまで撮ろうかな。チャンピオンのパーカーの上とかから着てもね、サイジング自体は結構緩いですもんね。そうそう、今時期とか着てなら、自分的には M 買って着てるけど、これもそのまま M でいいかなっていうサイズ感です、うんうん、確かに。でちょっとサンプル少し大きく上がってるっていうことなんで、まあ、それでも M かな、うんうん、いやいいですねめちゃくちゃ着てましたよね、秋冬、ね、そう、秋冬物もだいぶヘビロテしたから、うんうん、春夏もこれは買っとかななとは思うんですけど、とりあえず秋冬よりは数作ってないです、正直、うん、作ってないので一旦お客様優先にしてみますけど、どうにか買いたいなと思いますんで、はい、争奪戦ですね、これも、数が。小倉店は2人ともなんか買おうとしてるっぽいこと言ってたけど、速攻完売するんじゃない、無理かもねえ、どうなんやろまあ、こんな感じでちょっとスタイリングでも、はい、撮ろうかなと思いましょう、うん、じゃあこれ着てみるってところで、もうあれだ、ロンティーにさらっと着るぐらいのシンプルな感じがもう、はいはい、いいですね、春夏っぽくて、いい春夏っぽい、うん、ライトな感じがいいから、今やっぱロンティー系で好評なのはこの前の寝袋の、寝袋紹介したポーラー、そうそう、ポーラーの、まあ、ロンティー、この辺りだよね。そうです。で、白がいいかな、うんうん、白ロンティーで行こうか、キャンプバイブスロンティー。照明がすごい、反射しますね。反射するでしょ。キャンプバイブスロンティーで、はい、インナーは、うん、で、こうなってきたら足元足革靴にしたいんで、シャンボード、パラベツシャンボードで行きましょう、はい、で、ロンティーにセットアップで革靴ってなったら、あ、これできたスカーフも巻きたいよね、この辺ですね、金ロック、同じもベージュ、同じトーンでいこうかな、うんうん、ワントーンでまとめたような、あ、かわいいでしょ、かわいい、これは逆さになってないか、当てるか、大丈夫です、インディアン、ナバホ族の柄です、これ。あとは、まあ、ファンタスティックマンのリングでスカーフ止めたいから、
これこれしようかな。これでジェントルマンリング、これで止めよう。よし、じゃあ着替えていきます。はい、最後でいったな。一旦じゃあ着替えてまいります。はい、いってらっしゃい。